デニール式漁道は1908年にジーデニールが開発した漁道である。漁道となる水路に王子型の板を取り付けたものである。表層が激流になるが、下の層に緩い流れが生まれるため、弱い魚はそこを登る。勾配が比較的急でも機能する。避けぬための漁道。米、モンタナ終盤を用いて流れを変化させる漁道の走りは、 アメリカ合衆国のマクドナルドが1879年に発明したマクドナルド式魚道である。そこに入れた板で水を部分的に逆流させることを狙った魚道だったが、これはあまり普及しなかった。デニール式魚道は、ベルギー人のジー・デニールが1908年に開発し、翌年発表したもので、そこを中か,かに盛り上げ、そこと両側面に板を入れて流れを遮り、 流速が速いところと遅いところを作り出す。表面は激しく泡立ちとても魚が登れそうな水路には見えないが力が弱い魚もそこにできた流れの遅い部分を登ることができる。デニールが進めた漁道は今日ではスティープパス式と呼ばれている。1930年代にイギリスの研究者が王子のくり抜き部分が 将棋の駒を逆さにしたような形のソリューンを持つデニール式魚道を開発した。ソリューンは上が上流側に45度傾くように取り付ける。製作が簡単で効果に遜色ないことからこちらが世界中に普及し標準デニール式と呼ばれるようになった。日本では1976年に宮城県大里町にある吉田川の席に設置されたのが最初である。 デニール式の長所はかなりの急勾配でも機能する点にある。古くからある階段式魚道では勾配10分の1が限界とされるのに対し、デニール式は6分の1にできる。長さを半分近くにできることになり、魚道全体のサイズを小さくできる。これは政策と思考の両面で経費節減につながる。この特徴を生かした簡易デニール式魚道は、 あらかじめ工場で製作した水路を現場に来るまで運んで取り付け必要がなくなった時に簡単に取り外しができるものである。この魚道を登る魚は途中で休憩できないので水路を一気に登り切らなければならない。そこでデニール式には長さの限界がある。ただしこれは休憩用プールを挟むことで簡単に解決できる。逆の発想で プール式魚道のつなぎとしてデニール式を用いることもできる。広いプールを置けない箇所の連結や部分的に壊れた魚道の応急処置にデニール式を用いるのである。デニール式の欠点としてはソリュー板が作り出す渦が小さな魚の遡上不可能にはしないまでも難しくすることがある。サケマスのような大型魚を主な対象にする場合には問題にならないが、 小さなアユの素状が漁業的に重要な日本では、これが特に問題になる。低制魚の素状は期待できない。さらに、土砂や流木で詰まりやすく、こまめな維持管理が必要である。デニール式と称されるものには、他に低制魚に対応するための船投資型、デニール式漁道がある。そこにだけ素流板を並べたもので、他のデニール式とはかなり異形状が異なる。 名前の通り船投資として機能するものもある。標準型ほど勾配を急にすることはできない。ありがとうございます。